いたときに、なんかでは空き不足でしょうというふうに思ったんですけれど、どうでしょうか。いいね、ありがとうございます。今日はですね、記念橋カンパニーさんの梅雨払いということで、そうさせていただいております。名前が人参、かぼちゃ、ほうれん草というですね、昨日取ってつけたような名前で今日はデビューさせていただきます。一つよろしくお願いしたいと思います。まあ、大体名前からしてみると、まあ、ヘルシーな、そのバンドでありたいなというふうに思っておりますけど、今日はなんか、なんて言いますか、アンダーザグラウンドというか、なんかロックの伝統にお邪魔して、僕たちはこんなことを、こんなことやっていいのかなと、全員が、ノースモーカーでございますので、その全く真逆の、記念橋カンパニーさんの前座を務めるというですね、まあ、ちょっとなんかその温度差が、あるような気がするんですけど、まあ、ぜひ、僕らのサウンドも少しは、楽しんでいただきたいと思います。記念橋さんって不健康なんですか。もう不健康自然状態。あれだけ不健康なんてことやっても生きとる。具体的にそういう話ですよね。いい気分すごいね、人間ってたくましいですね。はい、ぜひそういったところだけは見習いたいと思います。続きまして、アフターダストリールズゴーンを聴いてください。
橋カンパニーさん、いつもインフルスを手掛けられている中で、探してこれやったんだろうと思って、探して、やったよね。うそ、マジで今日やないの？そうです、そうです。一応先輩なんで、盾とかの後に何言われるのか分かんないですけど、すいません、そんなことはよろしくお願いします。今日はですね、我々のメンバーの方も、なんていうんですか、大人未満、子供以上という、フレッシュなメンバーをちょっとここでご紹介したいと思います。ミスパナカ、イエーイ。新しく私たちのバンドの仲間として、今回をいたしました。非常に、まだ年もいかない、世間も知らない、いや若者でございますんで、ぜひ温かくお見守っていただきたいなというふうに思っております。よろしくお願いします。今日は2曲ほど、ちょっと皆さん方にそのハスキーな魅力ある歌声を披露させていただきたいと思います。彩香の虹色から、この店なんて名前か知ってる？お、すごい。名前覚えていただきました。さっきうちの面
言ってましたけど素晴らしいですね、まだ冷静ですね驚きました僕もね、はい、今日新しい発見でございます、こんなライブハウスどうかなもう一回やってみたい、まだそうですね、もう一回やってみたいさあ、じゃあ次はの記念橋カンパニーといって今度ジョイントしてみようか今日は違うの今日はやめろはい、なぜお呼び込むのかいつでもとありますしあげますじゃあ、先生ですね、ユーミンの曲をちょっと言ってみたいと思いますこれは優しさに包まれた方ということでねじゃあ、よろしくお願いしますライブハウスの
ちょこちょこ演奏しとるようですけど、なかなか僕たちは演奏のためにあるとかね、今日は久しぶりの生の演奏を楽しみしてます。ミスター井戸、歌うたいのバラードすげえああ、歌うことは難しいことじゃない、ただ声に身を任せ、頭の中を空っぽにするだけ。ああ、目を閉じれば胸の中に映る懐かしい思い出や、あなたとの毎日、本当のことや歌の中にある、いつもなら照れくさくて言えないこと、今日だってあなたを思いながら歌うたいわ、歌うよ、ずっと言えなかった言葉がある、短いから聞いてもくれ、yeah.
てくれました。おっさんが力入れてやりましたね。あ、すいません。平均年齢僕ら大体 50?50 ぐらい。僕は50を呼びしたいです。残念。記念橋カンパニーさんよりほんのちょっと僕らしたぐらいなんですけどね。僕らも時期、こういった人たちの仲間入りするとなるとちょっとドキドキ反応しながら、まあ、楽しみでもある不安でもあり、まあ、健康だけは気をつけていきたいなというふうに感じておりますけど、あんな芸能さんタバコ吸ってても平気なんであんなふうに歌えるの、おかしい、頭捨てにゃいってここは仙人なんでタバコを多分栄養にしとると思うんですよね。まあ、だからこういうふうにはならんかもしれんけど、まあ、できるだけ、僕たちも、ね、元気で最後の最後まで歌ってこういったステージで死ねたらいいななんて言って、はい、今日のテーマ生きるということで、今日は講義ありがとうございました。それじゃあちょっとノリのいい曲聴いてみるかもね。雨を見たかいっていうCCRの曲を。梅雨払いの役目をちゃんと全うしようと
ということでですね、もうぜひこの後の皆さん方のこの盛り上がりに少しでも協力できるかなという、そういう謙虚な気持ちで今日はやってきましたけど、そうだとあと2曲ほどありますけれど、最後までお付き合いください。それじゃあの皆さんも本当によくご存知の、ビートルズの名前からレッド・イット・ビーいきます。
最後もあとラスト1曲になってしまいました。はい、お決まりの A ありがとうございます。やはり皆さんこういった場に鍛えられてるわけでございますので、で A が出るというのは暗黙の了解でございます。素晴らしいでございますね。何はともあれ、一応建前は最後ということでよろしくお願いします。じゃあ、アンコールある。何やと思う。アンコールはあるのね。
違う名前出てくるかもしれません。ありがとうございました。